オヤジチャンネル。皆さんこんにちは、モデラーオヤジモデオです。風邪をひいていまして、喉の調子が悪かったので、ちょっと動画のね収録が遅れてしまいました。幸い喉以外の体調は悪くなかったので、 R2T2 特別塗装機、これはですね作業を進めておりました。それで、まあ、動画を撮らずに作業を進めていたので、これまでにどんなことをやっていたのかなというご紹介を本日はしたいと思います。まず機体色についてなんですけども、白い部分に関しましてはこのねガイアカラーのピュアホワイトを使いました。露出とか光の当たり方によってはほぼね同じ色に見えるんですけど、少しねこちらの、白よりはグレーがかった色をしているみたいです。それでこちらですね、ニュートラルグレーのこのね1番を使用しました。まあ実際ちょっとね塗ってみたら、このニュートラルグレーの1番とピアホワイトをね混ぜてもう少し明るい色にしてもよかったかなと、ちょっとね思ってはおります。そしてこのね先端のグレーですが、ニュートラルグレーの3番を一度塗ってみました。そしたらちょっとね濃すぎたので、ニュートラルグレーの1番と半々ぐらいに混ぜたんですけど、それでもまだ濃かったですね。ちょっとねニュートラルグレーの2番を持っていないので分かりませんけど、もしかしたらニュートラルグレーのね2番ぐらいでも、この先端はいいのかもしれません。この先端のブルーは、アクリルカラーになりますけども、タミヤのこのブルー、これをねそのまま塗ってます。あらかじめ塗装する前にこのデカールと色を見比べたんですけども、まあそこそこ近い色だったんで、特にね調色もせず塗りました。機体周りでいきますと、ちょっとこういった部分に、シルバー色がありますので、ここはねタミヤのラッカーカラーのこのシルバー LP11 番で塗ってあります。このねマスキングをちょっと私キャップに貼ってるのは、薄め液ですでにね希釈済みだよっていうような、目安にしてますね。攪拌ボールもねこんな具合で入れて、すぐねヘアブラシで使える状態になってます。さらにねこの窓枠の部分に関しては、今度はエナメル塗料のこのねセミグロスブラックを使って塗ってあります。エナメル塗料を塗る理由としましては、一旦まあこう窓枠に塗るんですけど、どうしてもねはみ出たりするんですよね。その時にエナメルの溶剤を染み込ませた綿棒なんかでね拭き取ると、はみ出た部分だけこう割と綺麗に拭き取れるというメリットがありますので、こういったところはねエナメル溶剤を使うといいかなと思います。ラッカー系の塗料でここ塗ってしまうと、もしはみ出た時にね拭き取る時に一緒にこう下地の塗料もね溶かしてしまうので、まあエナメル以外だと、まあせめてアクリル溶剤の塗料を使うとかっていう工夫をしてやるといいのかなと思いますね。エンジンの後ろ側のダクトなんですけど、これもね内側はエナメル塗料のセミグロスブラックでね塗ってあります。これもこの窓枠と一緒の理由になりますね。非常にねはみ出た場合に非常に拭き取りが楽だというメリットがありますので、エナメル塗料を使っています。そういったことを思いますと、エナメル塗料っていうのはね、非常にこう塗料の膜塗膜が弱いので、あまりこう全体の塗装としては抜かないですね。狭い部分であるとか、こういった具合に拭き取りたい、それから墨入れなんかもそうですよね、流し込むんですけど余分な部分を拭き取りたいっていうような時にエナメル系の塗料っていうのがねおすすめだと思います。それからねこの窓枠もこのニュートラルグレーの3番で塗ってあるんですが、ガラス全体としては少しこう787は特にねこう角度によってこう反射して見え具合が変わるんですよね。まあ、これこの前の RC の M1A2 エイブラムスのガラス部分もね加工もこれでやったんですが、これもガイアカラーのプリズムパールグリーンですね、これを塗ってありますね。こういった具合にこう反射した時にこうちょっと紫色にね見えますので、ちょっとねいろいろ写真で見比べてもう少しこうオレンジがかってもいいのかなと思うので、裏側からね少しクリアオレンジなんかを塗装しようかなともちょっと思ってます。それでちょっと今回はちょっと風邪をひいていたこともあって動画の撮影をねちょっと省略していたので、マスキングの紹介なんかもねちょっとしておこうかなと思います。こういった具合にこのね、円柱の胴体をこう途中で色を塗り分けるっていう時にマスキングテープをね巻く必要がありますけども、
皆さんこうちょっとね経験があるかなと思うんですが、どうしてもこう一周してこういった具合にこう重なる部分っていうのがどうしても出てきますよね。ちょっとね絵はあんまり上手くないんですけど、要はこんなようなイメージです。そうしますとわずかなんですがマスキングテープの厚みっていうのがねわずかなんですけどもありますよね。それでこういった部分からねこう横からエアブラシでこの隙間にね入ってきちゃったりするんですよね。まああるいは少しこう液体状になっていますので毛細管現象といいまして、こう狭い部分にね液体っていうのが入っていきやすいっていう特徴もありますんで、ここをどうやってやるとうまくいくかなっていうのをちょっとご紹介します。液体のマスキングゾル、これをですねこのつなぎ目に塗りたいと思います。この横から見ますとこういった形でこの部分をですね埋める感じですよね。でこれはこの上からマスキングテープを見た状態になりますけど、要するにこう少しこうテープの上にも重なるように、そしてこのね段差を埋めるように塗ってあげると。そして、この部分が十分に乾きましたらこっち側のねテープをかぶせて一周つなげるというような感じにします。で乾く前に上からかぶせてしまうと上から見ますねこっち側にこうはみ出てしまう場合がありますので、必ずね乾いてからここにね重なる部分は乾いてからこう重ねるというようにした方が良いかなと思います。続いてはこのね旅客機に限らずこういう直角の部分っていう部分もね、綺麗にマスキングしなければいけない場合があります。まあ、もちろんこう前後からね、入らないようにマスキングできるような塗装の塗り分けであればいいんですけども、どうしてもこうねこちらの左右から入ってきてしまうっていう場合の例なんですけど、このね直角の部分って少しこう丸くなりやすいんですよね。こう爪とかいろんなものでやるんですけども、そうしますとこういった具合にねここに隙間が空きやすいですね。ここを一旦カッターナイフやデザインナイフでこういった具合にね一回切っちゃいます。そうしますと、こんな具合にね垂直の面と水平の面ぴったりね貼れるわけですが、ここを切ったことによって若干ね短くなっちゃうんですよね。なので、マスキングゾルをここからこう塗ってあげてここね隙間を埋めるって感じですね。少しこうここの角に塗るとこう狭い場所にも入ってきますんで、こういった形でやるとこう隙間をね綺麗に埋められるなという感じを今回いろいろやって思いました。やっぱりマスキングが好きじゃない方いると思うんですけど、大体はねせっかくマスキングしたんだけどはみ出てしまうであるとか、失敗のもとになるとマスキングが好きじゃないとかなかなか塗り分けをね嫌ってしまうんですけど、こういう方法をやると割とねうまくいくかなと思います。あとはこの先端の部分であるとかこのお尻の部分ってね結構湾曲が大きいんですよね。こういったところはできるだけ細めのマスキングテープをやっていくことでシワ隙間ができにくいので、そういった方法もやるんですが、マスキングテープの中にはこういった具合にですね紙ではなく曲線用マスキングテープというこういうビニール系のマスキングテープっていうのもありますので、こういったものを利用すると比較的曲面に沿ったマスキングがねうまくいくと思いますので、こういったものも利用すると良いかなと思います。エアブラシの構造と私なりの使い方っていうのをご紹介しようかなと思います。エアブラシのこの中には皆さんご存知だと思いますけど、ニードルというようなこのね先が尖った針が入っています。そしてこれがね前後に動くことによってこのね隙間、ここの隙間の量が変わるわけですね。たくさん引くとここの隙間、上下の隙間の量が増えます。なので塗料がたくさん出るというような仕組みになっているので、まあ、このねトリガータイプであると少しだけ引いてあげると塗料のね出る量っていうのは少ないですね。目いっぱい引くと塗料がたくさん出るというような構造になっているんですけども、毎回ねこの引く量を調整するっていうのはなかなか難しいので、私の場合はこのね後ろにこの調整ダイヤルってのがついてますね。こういった場合に目いっぱい締め込むとこう引いてもこうここまでしか引けなくなるんですよね。なので塗料の出る量を、少なくすることができます。でこちらねエアブラシからこう塗料がね出ているイメージなんですが、こういった場合に台形に塗料が出ていきますので、出口付近に近いところっていうのはこう塗料の量がね濃いんですよね。
で遠ざかるほど広がりますので、密度は減るというようなのがこう エアブラシの特徴ですよね。なので広い面積に塗装したいときはエアブラシとね塗るものの距離を離します。で狭い範囲に拭きたいときは少し近づけてあげると狭い範囲にね、塗装をすることができます。ただ今言いましたようにこう近いところはどうしてもこう塗料の量が濃くなっちゃうんですね。というところでこのね調整ダイヤルを使いましてトリガーがねあまり引けない状態を作ると比較的薄い量で、狭い範囲にね塗装がしやすくなると思います。ファンブレードなんか塗るときにかなりこう複雑な形をしていたんで一度にねたくさんの塗料でドッてやっちゃうとどうしてもこう吹き付けられない部分がありましたので塗料の量を絞り少し近づけて、拭く回数をね増やして塗っていたというのがこの前のねエンジン塗装のところのやり方でした。ちょうどね動画を見てくださった方の中でエアブラシをね拭きすぎじゃないかなっていうご意見がありましたんで一応私はそういった考えでちょっとやっていましたよというご紹介でした。塗装の方はだいぶ終わってきましたので次回はデカールを貼っていきたいと思うんですけどもその前にねこの塗装面を少し慣らしてからこうデカールを貼る方が良いかなと思いますので動画はねこれも省略しようかなと思ってるんですが研磨スポンジこう3000番ぐらいもしくはこのねシートタイプの4000番を使って軽くちょっとこのね塗装のザラつきを取ってからデカールを貼るとよりね密着が良くなると思いますのでそういったね水研ぎで少し塗装面をね慣らして次回に備えたいと思っております。本日もご視聴ありがとうございました。引き続き ANA の R2D2 特別塗装機こちらをですね作っていきたいと思いますのでよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。